場所は分かるよね、昔場所多分なんか一回通った気がする。何人か来たよ、もう。あ、本当ですか。うん、あの急ブレーキかけてね、なんか押し寄せてきた谷間君とね、あ、それから中谷さんと、うん、それとあと、あと吉田さんの人。始まりました。まゆむの部屋、人生いろいろ心いろの時間です。よろしくお願いします。はい、じゃ 今日のゲストは、株式会社キネテックの杵塚守さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、じゃあ自己紹介をよろしくお願いします。はい、はじめまして、あの株式会社キネテックの杵塚守と言います。キネテックのキネはキネ塚のキネ、それからテックは、技術系のテクノロジーのテクを合わせて合成語でキネテックという会社です。66歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします66歳なんですね。そうなんですよ。実はこう真由美さんはもいい話やって、元部下でして、前前職で部長やっていた時の元部下ですから、昨日お誘い願った時に、なんて言いますかね、あの恩師から誘われた、あの同級会に誘われたあの先生のような気分で今日来ました。7年ぶり6年ぶりぐらい。そうですね、6年ぶりぐらい。覚えていてくれてありがとうございました。こちらこそ急に、ね、そうちょっと急遽ゲストの方が次回になって、あの昨日あの急に依頼してみたら、あの、ね、心よく引き受けてくださいました。いい、もう断る理由なんてないんですから、もう喜んできました。本当にありがとうございます。嬉しいです。はい、もう相変わらず綺麗で私と変わらないですね。もうありがとうございます。ちょうど私が40代から50代にかけた頃に、ちょうど技術部という、全然職の会社で CAD をやっていて、そうですね、CAD のオペレーターで男性が組図を書いたりして、構想図を書いたり、私書いたものを、旧姓の飯塚さん、真由美さんにお願いして、15人ぐらいいたのかな、多い時。多い時はいたかな、うん、どうだろう。いて、それであの部品図とか部品表とか書いてる、もうスーパーレディーでして。あの本当にサポートしてもらって、はい、本当にいい時代を過ごさせてもらって嬉しいです。あの頃があるから今は自分の現在があるような形だと思ってます。ああ、そうなんです。改めてありがとうございました。ありがとうございます。はい、ね、あのコメントももうあの早くにいただいて、牧さん、あの真由美さん頑張ってと入れていただきました。ありがとうございます。頑張ります。ではちょっといろいろあのね、キネテックっていう会社もやりながら、あのいろんなことをやられていて、あのフェイスブックでね、そうですね、繋がってますね。繋がっていて、あのね、いつも見て、あ、すごいいろんなことしてるなと思ってあの見てたんですけど、いろいろね、あの面白いお話が聞けるかと思います。恥ずかしい。はい、ではじゃあまずキネテックは何歳の時に。はい、全然職の時60で定年退職して、40年、35年勤めた会社でものづくりをやっていた、設計制作、全部できた会社なんですよね。設計して加工して組み立てして電気をして、でそれ60で辞めた後で4年間あの商社系の、やっぱり FA ファクトリーオートメーションの会社に勤めて、4年間勤めた後、普通だと64だと大体もう年金世代に入って人生を片付けてこうしまうような時代だったんだけど、私はこう生涯現役でやりたいっていうのがずっとあって、で大体みんな60になると年少し尽くしてもうやったからいいやってなるんだけど、やりきった達成感がまだなくてまだやりたいってなって、で64で辞めた時に
大晦日の12月の20日の日に退職届を出して、うん、で1月の1日の日にはまず個人事業主でキネテックっていう会社をずっと1年ぐらい温めてた名前でしてね、どんな会社に名前しようかっていう、でローンも考えて、で1日にやって、でそこでまず始めました。でお付き合いのある会社に、さんに皆さんに会社起こしたよっていう案内を出して、で6ヶ月ぐらいして法人に、ちょうど創立記念日が4月の22日かな、に法人にして株式にして、で現在で3期目っていう形なんですけどね。でやっぱりものづくりで同じ機械の装置とか、お客さんの設備をやってるんですけどね、今はこう改造とかメンテナンスも一生懸命やってます。ちょうどコロナになるんで、まさに手前の時の半年間は非常に良かったんですよ。県外のお客さんかなりいまして、静岡空港から北海道とか福岡に行ったりとかね、浜松行く感覚って JR で、島だからだと50分ぐらいかかるじゃないですか、で富士山静岡空港からから福岡行くのもやっぱり50分で、感覚的には福岡行くのも浜松行くのも同じ感覚でこう全国回れたっていい時代でした。でどうしてもお客さんからこう作る時工場がやっぱり欲しくてね、で工場を探して、銀行さんに探してもらったんですけど、いい物件がなかったんですけどね、たまたま吉田町に前にいた会社、前職にいた会社のあるとあるフィル F 社というフィルメーカーの知り合いがいて、空いてる工場があるからキネちゃん使わないって言って、でまさか前前職の会社の半径1キロ以内に工場を貸してもらったんですけど、そこで工場、どうしても工場持たないとお客さんに来てもらった時に、物を作ってるっていうのを見せることができないんですからね、どうしても欲しかったっていう形で作りました。で作った途端に3月に開所式をやって、で4月からやるぞっていう形で5人こう目をつけた若いメンバーがいて、5人採用する予定だったんですけど、ちょうどコロナになっちゃって雲行きが随分怪しくなっちゃいましたね。で先行きがどうも難しいなってなって、でちょっと控えてもらって採用ね。で今はこう家内の方に財務とか、私技術者だったもんですから経理に全く疎かった。ご存知のようにお金計算は全く積算は強いんだけど経理は弱かったもんですから、家内をこう先住者にして会計やってもらって あと妹に総務って言いますかね、工場の何でもやりしてね、屋根の雨漏りからトイレの掃除からあと掃除から何でもやってくれる総務って形で3人でやっています。で仕事が入るともう昔の仲間っていうか技術の仲間がたくさんいるもんですから、みんな来てねって形で一気に10人ぐらい呼んで、ものをこう作って集中してやっていくって形です。そうなんですね。で今現在にありましてね、はい、で平日は仕事はもちろん吉田工場に通ってるんですけど、で週末はやっぱり趣味、週末はこう別人っていう形で切り替えてどうしても技術やってる時お盆も正月もなかった、なかったですね。技術の仕事、設備の仕事ってお盆とか正月とかってお客さんが工場が休みの時に装置を入れるもんだから、真由美さんもご存じように忙しいですよね。お盆正月、ね、設計もしてですから、なかなか趣味もできなかったんだけど、もう週末はもう切り替えて趣味の世界で、もう10年ぐらい前かな、パンを教えてくれた人がいましてね、パン作りを始めまして、それまで厨房とかやったことなかった、ナイフとか握ったことなかったんだけど、55から目覚めましてね、で友達もそこからもうガラリ変わっちゃって、お酒を飲む友達が多かったんだけど、あと仕事の仲も多かったんだけど、それからはこうパンとか焼き菓子を作るようになったら女性の友達が増えちゃった時に層が変わっちゃいましてね、そうこうしてるうちにもちろんパン作りも理科系なんですね、パンってものを測るから。で理系論型の人間って真由美さんは分かるけど、技術系の人間ってハマるとこうすごく深掘りするじゃないですか。その典型的なパターンで
焼き菓子とパンがそっちの方に走ってて、で教えてくれる人もいて、でマルシェとか、とパン教室なんかも当時やりましてね、で川根本町でパン教室やって、音楽でやったりとか、そういうことやって、でそういう友達が増えてる関係でどうしても、小林さんのようなこうカラーの色のワークショップとか、それとかね、フラの友達が増えましてね、でフラもかなりハマってましてね、1年半なんですけど、初めはちょっとね、真由美様にしてありですけど、男性的なの変なスケベな気持ちでこう入って見たんですけどね、やってみたらねすごくハマりましてね、こう表現が非常にこう、ハワイって言葉を持たない、言葉っていうか文字を持たないんだけど、言葉で伝承していくものですから、こう手話でこう表現していくんですね。その表現がものすごく美しくて、そこでもうそういう横島な気持ちからかなりこう本格的なそのフラの魅力に、まあ、先生の魅力もありますけど、ハマってるのと、あとそれはフラは1年半前からね、であとはゴスペルをやってましてね、ゴスペルは8年ぐらい前、市民グループで島田ゴスペルクワイアってなりましてね、でこれもワークショップで、プラザオルリってなりましてね、いい話だって、オルリでこう先生を呼んで、であとアメリカのそのクワイアを呼んでやるっていうイベントがあったんです。そのワークショップ出て、で100人クワイアで やるって形で、でそれ終わった後もやっぱり市民グループでは立ち上げましょうって形で、でやるってる、でゴスペルは非常に合唱は私苦手なんですよ。あ、そうなんですね。ではああとか合わせる時に合唱だとハーモニーなんですけど、こう私の理解だとゴスペルってこう表現だもんですから、黒人の霊感みたいな形で魂の表現で解き放たれて歌う歌、アーメンジングレイスとか、これもゴスペルなんですけどね、こう自分のこう表現なもんですから、それが合っていて、あ、そうなんですね、自分と合ってたんですね。私って真由美さんも知ってるようにこう会社の規約とかモラルとかテンプレートに入るの苦手でしょ私会社起こしたのも人の起こした会社でも64の時も無理だなと思ったんですね、再就職しようと思ったんだけど、人の会社で無理だなと思ってもうはみ出し方がひどくてだからもう自分の会社起こしちゃった方がいいなと思って起こしたんですけどね、ゴスペルもそんな形でこう基本的なあれはあるんですけど、楽譜はないんですよ。先生の言ったことを真似して歌うんですけど、パートもあるんですけど、こう自由にこう歌って大きな声で出して、大きな声出すと真弓さんになってる色のカラーズと一緒で、青とか赤の色があってもこういろんな個性があってもみんな違ってるんですけどね、こう合っていくんですよね、こう歌が聴いていくと、でそれが非常に気持ちよいなと。これもねフラもそうですけど、ごく一点なんですよ。でゴスペルもね、ゴスペル一人男性がいますけど、女性が多くて非常に居心地がいいっていうんですかね、非常に若い人から、さっきまで若い方おばさんたちもいるんですけど、非常に動かしのよくて苦手なところだったんですけどね、でそんな形でね、頑張って楽しくやってるのと、もう残りの普通66だと、ずっと話しちゃっていい、いいですよ、片付けていく人生なんだけど、カナに言われたんだけど、しまってて就活に入るんだけど、私も広めちゃってましてねこれ以上広げてどうするんだって形まで広げてますですから、キネテックも3年目に入ったんだけど、事業継承しなきゃいけないなんだけど、息子が今東京にいるですよ、ですから息子に戻ってきてほしいような魅力あるキネテックにして、U ターンして継いでくれないかなっていうのがね、最終的な夢です。そうなんですね、で息子会社の定款を作るときに、会社って本社に届けるんですけど、17個作りましてね、で今やってる技術系の仕事をだいたい8個ぐらい入れて、あと息子のやってる仕事が4個ありましてね、4項目、コンピューターとかパソコンとか、そういったことを自分ではクリエイターって言ってますけど、そういう仕事も入れましてね、
もう自由に入れていいっあ、そうなんてであのす先ね。生もおっしゃったもんですうんから、うんうん。後から入れると飲酒代がかかるから、だから17個作っちゃったんですよ。私のやりたいこと、息子のやりたいこと、家内のやりたいこと、娘のやりたいこと、だからどれも当てはまるような形にしたもんですから、事業継承してほしいし、よかったら真由美さんにも、前々職の会社で今お勧めされてると思うんだけど、CAD を入れたらぜひともね、怒られちゃいますけど、まあ小さな会社なんですけどね、夢はいっぱいの会社で、こう思ったらこう考え方ってこう周りに環境を影響を及ぼすっていうのは活学っていうのかな、こう生きた学問にするっていうのが自分の考え方になって、ですからこう影響を及ぼすっていうか、色をにじませるっていうか、カラーズですよね。でいろんな色をこう混ぜ合わせて、その中で自分も、私は青い色が好きなんですけどね、そうなんで青っすてどね。んな形の性格なんですか？青が好き、どうですかね。青は、でもなんかこう海のような、こうすごい広いイメージですかあ、ね。嬉しいとです。か、なんか、あとなんか要するにお母さんみたいな、優しく包んでくれるようなイメージかなと思うんあ、です本け当ど。嬉しい。私ね、吉田工場の時に建物がもう古い建物だったんだけど、色を決める時にね、ずいぶん前も言いましてね、黄色とか緑とかそういうのがあったんだけどね、ずっと突き詰めて考えたら青い色が好きだっての分かって、でやっぱり自分の色って青だなって分かっあ、て、そうなんです青にしちゃっね。たんですよ。で車も青にしたいところなんだけど、ちょっと そこまで行ってないんですけどね、青だったんです。で今度は農業もやりだしたもんですから、1年前もでパン屋さんを最終的には作りたいと思ってるんですよ。小いい屋でにす小屋をね。描いて、いいですね。まあピザ窯を作ってるんですけそうでど、すね。ピザで窯ピでザをす作っよね。て、でそこにこうパン屋さんはね、やっぱり青い色に全部したいんですよね。あ、そうなだからんです決定的ね。に青が好きっていう形です。 そうなんですね。そうなんですね。なんかこう、でも私から見た杵束さんはすごい赤のイメージで、なんか赤、すごいそうですね、行今動日も赤力ですが、もんね。 すごい行動力が、なんかすごい情熱を持ってる感じがしましたけど、でもまあその対照的な感じで青も見ると落ち着いたりするんですかね。そうですね、昔赤でこうだんだんこうかけらが取れてきて、かけらっていうか角が取れて、昔より丸くなったんだと思います。そうなんですね。今友達、誰かと友達は昔じゃないからなんですけど、昔ってかなりいびつだって、こうあっちから飛んじゃってるっていう形で、そうなんですね。あ、コメントがいただいてるようです。コメント、あれ、大丈夫かな。すみません。コメントたくさんいただいてます。ごめんなさい、皆さんにピク PR しればよかったんだけどね、ごめんなさい、あ、この後しまいえいすから。え ピクピクミさん、あ、ピクピクミさんが、なんか初見ですって、長崎から拝見させていただいてます、よろしくお願いします。長崎から、ね、長すごい崎ですから。 あね。りがとうございます。渡さん高校生ですかって。高校生ですか。高校生じゃないですね。違います。おじさんです。おじさんで1955す。おじさんと年お生ばまされんでです。す。ありがとうございます。あ、マキさんからゴスペルいいですねって、私も歌ってみたいですって。あ、ぜひともね、歌ってください。ねもう魂がときはんされるって言いますああ、か。そうなんですね。ええ。そうですね。あと、じゃあ今フラとゴスペルと、あとピザ窯もそうなんです。今ピ作っザ窯て。待ってましてね、最初は簡単なつもりだったんですけど、やっていく、ポン地図書いて全部書いたんですよ。でやっててね、こう改善したくなっちゃって、やってる途中から変わっちゃって、こうで10件ぐらい友達に聞いてね、ピザ窯をこうやってるとこ見に行ったんですよ。そしたら皆さん工夫されていて、もうで自分でアレンジして本も買ったりとかもうして、だんだん改善しちゃって。最初ですね、は変わってきこう、てます。アーチ型アーにしチて、型になってましたね。最近アーチを取ってね、
こう耐熱レンガって非常に耐熱モルタルって扱いが難しいですよ。そうなんですね。私普通のねモルタルと思ってくっつくと思ったんだけど、うんうんうん、熱を加えるとねくっつく性質なんですよ。熱硬化性のねセメントなんですよ、うんうん、ですから雨降っちゃうと崩れちゃうもんですからね。ですからそういうこともねやりながら終えたんですけどそうなんですね、はい、でそこでピザを作って、うんうん、焼きまあピザ窯でできる料理ってたくさんあるの分かりましてね、うんうんうん、で料理もここコロナで1年半、うん、あの吉田工場で自炊してあのもう たくさんキャンプ飯を作ったもんですからねあのピザ窯でもいろんな料理をね、うん、作っていきたいと思ってるんですけどね、ぜひとも試食に来てあの実験してからね大丈夫そうなったら呼びますからお願いします。ちょっと楽しみにしてます、ええ、絶対言いますからね、はい、で仲間も言いますから歌を歌ってプランもやりたいなと思ってね、うんうん、あと楽器のメンバーもいるもんですからね、うんうんうん、音楽会をやるの私好きなんですよ、うんうん、いいですね、ええ、向かいが警察署なんですからね、うん、警察署の方も非常に興味持ってくれてね、婦人警官の方がね軽々決めきてます何作るんだって形でね、そうなんですね、ですから配ることになってましてね配ることに、そうなんですね、仲良くしとかないとね警察署の方にもそうなんですね、はい、じゃあちょっとねいろいろお話まだまだお聞きしたいんですが、はい、ですね、その時期ちょっとこうねフェイスブックやられてやってますいるんですよね、であの杵塚守さんで検索すればそうですフルネーム出てきちゃいますけど名前隠してないんですからそうですね、なのでそうフェイスブックでいろんな今のピザ窯のねあの経過とかあとあのいろんなお料理パンを焼いたそうですねとか焼き菓子ね、そうですねとかたくさんあのいろんなことをやられてるのがあの見れるのでぜひ見てみてくださいありがとうございます真由美さんありがとうございます真由美さんの教室も一回ね、うん、覗いてみたいと思っててね、うん、色診断をしてもらおうと思って、あそうなんですね、うん、ぜひ、はい、本当の色でね、うん、こう性格診断っていうか、うんうん、こう自分って何かなってのいつも探してるんですけどねそうなんですね、この年になってもね、うんうんうん、どこがこう自分探しっていう言葉の通りじゃなかったんだけど、うんうんうん、もう一人の自分がたくさんいて、うんうんうん、何色なのかなと思ってね、うんうん、思ってるんですけどね、なんかそう私がやってるカラーセラピーはあの色、まあ、その時に気になる色なので、そう今の気持ちが分かるっていう感じで、多分明日選んだらまた違う色が、そういうもんなの、気になるかもしれないし、そうですね、うん、その色その時の気持ちが色に現れてくるっていう。今日はね真由美さんと会ってるからピン桃色ですよ私。あ本当ですか。色的には桃色ですか、うん。はい、ありがとうございます。そうですね、じゃあちょっと可愛い感じの桃色の桃色気分なんですね。桜色と言いますかね。桜色の、うん、はい、そうなんですね。はい、ありがとうございます。いい、本当に嬉しい。ありがとうございます。おしゃべりさせてもらって今日は本当に気持ちがいい。あ本当に良かったです。はい、ぜひまたなんかねいろんなお話聞けると思うので、うん、またぜひあの出演してください。もっと部下からね誘ってもらって嬉しいです、はい、本当に本当今日の喜びはねなかなかね今年を本当に良かったです、うん、はい、ありがとうございます。じゃああれですね、次の番組がよいしょ、あれ私出してたんだけど、恵子さんの、あ、ちょっと待って待って待って、恵子さんまだやったんですね。次の、ごめんなさいもたもたして、次6時からですね、次の番組が6時からで、キラキラチャンネルですね。で、恵子さん、恵子の部屋で、あなたのタイプはっていう機能チェックで自分の強みを知ろうということで、才能爆発研究家戸塚さんですか、あ、よろしくお願いしますはい、すごいなんかね、いいですね、楽しそうですね、楽しいですね、なんか言葉にそそられますね、ね、そそられますね、はい、じゃあぜひ
ね、6時からもお願いします。お願いします。ありがとうございました。いいですねこれね。YouTube で自分で見れる。YouTube と Facebook で。